今回は小判杯の第十二戦見ていきたいと思います。黒番が陸六段、白番が上野四段ですね。上野さん、昨日の対局で。韓国の首相のチェジョン九段に勝ちましたので。で、チェジョン九段が世界ナンバーワンの。女流のね、実力と言われてますんで。で、そのチェジョン九段に上野さん勝ったということで。 つまり、まあ、現時点の現時点での実力上野さんが世界で一番強いんですね。ということはですねどういうことかというと日本が優勝する可能性が出てきたということなんですね。これかなりね期待できるというかねもう現実的にありえることなのかなと可能性あるのかなと思いますね。でこちらに打ちまして。 まあこれ見ても分かる通りね23手目まで見ても分かる通おりまあ黒足早な布石で実利先行の布石ですねそういう作戦ですね。で上野さんはねどんな打ち方もできるんでね地を取る打ち方もできるし宇宙流もできるし戦いの碁もできるオールラウンドプレイヤーなんでまあその中でも戦いを得意としてる接近戦を得意としてるっていうタイプですね。 でこちらに打ちましてま不、あ、積は互角ですねここまで両者悪い握手はなくて互角なんですがこの手驚きましたねこの手なかなか打てないですよね落ち着いてますね46手目これ打ち込みに備えた打ち込み備えた手ですよね打ち込み備えて自分の手を強くしてから次何かここをね右下狙っていこうという手ですよね ここはですね、まあ、大場に先行する手もありましたね。一番大きいのどこかなんですけど難しいですけどね上辺の2開ききも大きいですよね。あと他に大きいのは、まあ、下辺の二間開きとかもちょっと目にはつきますけどね、えー、だからここ見合いみたいなとこなんですよね白から二間詰める手も大きいので上辺白が打ったら黒が下辺打つというそういう見合いのような状態ですね 一応、まあ、こんなような手もね示してましたね。でこちらに打ってまあ冷静でしたけど、まあ、黒ね上辺ここ大きいのでね、まあ、黒は不満ないのかなと思いますね。とりあえず目的の実利先行という作戦は達成してそうですからね。でこの時にこちらに、まあ、桂馬で目いっぱいに受けた手頑張った手でしたね。 ちょっとここのね斜めのね弱点気になるんですけどね、まあ、そこはちょっと味悪いとこですよねこれちょっとね受ける気はしないですよね上から消しに来た手なんですけどちょっと反発したいですよねでこの時につけて切るのはちょっと形悪いですからねここにグニャって切るのはね形悪いんでつけ一発決めてこれが面白い受け方でしたね 後で切断狙っていこうということですかね黒が手を抜いたらでここから入ってきましたねここから入ってきましたね入ってきたというか攻めていきましたねでここに来ました 切りが、ね、一応先手で入るので、まあ、白は連絡はしてますかね。はい繋がりましたね。まあ、見た目の字がね黒字の方がちょっと確定時多そうなんでこの黒攻めて白ねポイント取りたいですよね。でここでこれね下辺。 黒の大きな字になりそうなところに踏み込んできましたね。これ厳しかったですね。で隅にね黒字だったところをね白地にしましたね。これでね結構地合いのバランスを取りに。行ったということですね。でこの時にこの手がね、まあ黒を手番回ってきたんですけど。この手いい手でしたね。これここら辺大きなね黒地にまあ黒模様にしつつ。 これ油断してるとですねここの、まあ、左上の黒もね油断してると弱いので、まあ、両方に働きかけた手ですよね。まあ白は弱いしないんですが黒はねここ左上だけ弱いのでここはねちょっと注意しとかないといけないですね。だから白もこれは切断を狙ってますよねだからここしっかり連絡しないとということですね。 というわけで白もねこれ動き出していきましたねまあここら辺の攻防なんですけどね黒が少し今少し打ちやすい形勢のようなんですがここがちょっとねどうやら甘かったようですねここちょっと見ていきましょうかこれはこの左上の黒を守った手なんですよねここに打ったってことは。 主導権取れるところで守ってくれたのでだいぶね実戦は真ん中の白がねだいぶゆとりがある形になりましたねまあ、絶芸が示してた図なんですけどまあ、取りはこれ先手で決めてまあ、これも余せの手ですねこれも先手で決めてだここにとりあえずこの下辺の白との連絡を切断していくこの桂馬厳しかったようですねこれ桂馬されるとやっぱここの とりあえずここの真ん中の白は危ないですから。これ逃げないと、飛びとかでね、真ん中逃げないといけないんですね。で、逃げるてる間に、まあ自然とコスミとかを打って、ここの黒は。自然とね、この左上の黒と繋がってきますから。こういうふうに攻めながらね、守るという。打ち方もあったようですね。で、こちらに打ちまし。 でこれだいぶねね真ん中ゆとりありあますよ、ねまあ、この2目はもうね利かした石なんで、まあ、取られてもいいですからね別にね。こちらに打ちまして、まあ、ここで今ね形勢互角になったみたいなんですがこれ白をねこちらに打ってね何かここら辺の黒をね厳しくあの反撃していったんですよね。 ただね、ここやっぱここね切断されちゃうっていうのが大きくてここでまた黒が少しポイント取ったようですねやっぱここ出られちゃうとまた先ほどのね、この白の一段急に弱くなりましたからこれは黒が少しポイント取ったようですねでこちらに打ちましてまあ取られることはないですね なさそうですかねまあちょっと黒もここら辺だねたくさんありますから守りましたねまあここ守ってくれれば一応ここに白が打った手が一応ね打った意味ありましたよねいい手になってきましたよねで一応ここにねまた黒がこっち打ってくれたんで白この三目の頭の球種跳ねることができましてここではまた白がねポイント取ったのかなと少し 形いいですからねポイント取ったのかなと思いますねで形成も50%超えましてこれ逆転ですね合格になりましたねいやよくね白ちょっと苦しいかなと思ってたんですけどよくね持ち直しましたよねやっぱ上野さん強いですねただねこの優先になった瞬間なんですよね今50%超えた瞬間なんですけどまたすぐね評価値が黒に 逆転されましたねこれやっぱりということは非常に一手で揺れ動いてるんで非常に細かい形成ということですね。これ実戦はですね、まあ、割り込んでここ2目取れたんですけど、まあ、2目、まあ、逆に言えば2目取れただけなんですよね。まあ、ちょっと黒がね安心してしまう意味もありますんでちょっと絶縁の図見ていきましょうか。 これどうやらねここにに急所打つ手があったようですね、まあ、こ,れ目ここの2目取るんじゃ,んじゃなくて取るだけじゃなくて、まあ、取れるんですけどね取らないでもう全体の黒をねもう切断してここの全体の黒を攻めていこうっていう、まあ、一番厳しい手ですよね。ちょっとこれ人間にはなかなか気づきにくい。 最強のの発想の手でしたねなんか人間の感覚だとね2目取れたらねここ白石強くなりますからね。だから得してるような気分になるんですけどまあ実際は難しいようですね。難しい形勢のようですね。で白こちらからねこのね左下の下がりっていうのは白から決めるチャンスは。 いくらでもあったんですがこれねなんで決めないんだろうというふうに思ってたんですが、まあ、下がりからね先手で決めて打つっていう打ち方もよくある打ち方なんですけど部分的にここの手を狙ってましたねこの手狙ってましたね。でくは手を抜いてこの鳥がね先手になったの大きかったですねこれが先手になったと。また、あ、評価値逆転してねねここやっぱ、ね、白が ままたた少しねねポイント取ったのかなと思います、ね、上手い左下うまい寄せでしたね。でここに打って、まあ、評価値逆転といってもねここら辺目数にするとね半目勝負ですからねこの159手目時点でのねパーセントっていうのは大体半目勝負なんで、まあ、非常に難しい形勢ですよね。 まあただねここ突き抜くことができましたんでまた白ね少しポイント取ったんじゃないかなと思いますね。で上辺もこの羽でしっかり止めることできましたんで上辺もしっかり止めたし真ん中も突き抜いたしで白は不満ないかなと思いますね。でこれヨセでしょまあこのあと本当に半目勝負なんで今。もう一手のミスで。 勝敗入れ替わるようなそういう非常に細かい形勢なのでこの後は寄せがうまい方が勝つ 5K になったかなと思いますねで今寄せが続いてますねでこの後はもうしばらく打たれまして 点ままでで打たれたたれとところで黒が投了して白の調子ちとなりました最後はですねここが左上ですねここがコウになってしまってこのコウ黒が負けるとここの黒が危ないですからね命がけのコウになってしまったのでこれ白の非常に有利な花見コウですのでこうなっては投了も仕方ないという。 判断だったのかなと思います日本が優勝するね可能性が出てきたかなと思いますね。というわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ごご視聴ありがとうございました